こんにちは、中鍋亮二でございます。今年僕ちょっと目標がありまして、実は今ダイエット中なんですよ。今年からですね、ボディメイクっていうやつ、ざっくり言うとパーソナルトレーナーをつけてですね、肉体改造をしようかなって思ってまして、ただ伝えたいだけなんだ。何回も挑戦しとると筋トレはなんかジム入ったりとか、なんか近くのなんかね、施設みたいに行ってからね、筋トレやったりとかするっちゅうけどね、どうも続かんちゃん。うまいこと本当に1ヶ月ぐらいしたらやめてしまって、1ヶ月ぐらいしたらやめてしまってっていうのがどうしても続いてしまった。全然自分で追い込んだりもせんし、一人じゃちょっと追い込めんけん、これは仕方ないと思ってね、ついにちょっと今年、1月2日から早速ですね言ってるんですよ。まだ全然始めてばっかりやし、まだ続くかどうかわからんちゃけど、なんとか頑張っていこうかなと思っておりますので、なので僕のご飯とかね、あとなんか筋トレをこうやって Vlog 形式じゃないんですけど、撮っておこうかなって思います。じゃあまずお腹をちょっとみんなに見せないといけないですよね。すげえ嫌なんですけど、すげえ嫌なんですけどこんなんです。まあ、むちゃくちゃ太ってるわけではないと思うんですよ。むちゃくちゃ太ってるわけじゃないでしょ。乳首見えてないよね。大丈夫ね。YouTube 乳首見えたらダメらしいから。全然太ってないように見えるでしょ。それがこれなんですよね、本当は。力入れてました。イカ水ではある。イカ水ではあるから、お腹は出るとはいえ、ちょっと出てますよね。お肉も、ほら、こんだけつもめるんです。つもめちゃいます。こんにちは、僕、贅肉の塊太郎です。おもんな。あ、全然関係ないですけど、今パンツを購入して可愛くない？マジどうでもいいかもしれんけど、パンツ可愛くないですか？え、可愛い。あれなんですよ、パンツをちょっと3つぐらい買って、こういうちょっと派手めなパンツを、個人的にはむっちゃテンション上がってます。さあ、というわけでございまして、なんでお肉はもう見せたよね。大丈夫？もう一回見せとく？嘘ついてない？嘘ついてないよね。力は入れてないですよ。嘘ついてない、嘘ついてない。へっ、って腹に入れてない、出てます。これをどうにかする。これをどうにかしなければ、こんだけピチピチやったら体のラインわかるだろ。お腹ほら出とうのわかるね。わかる？ちょっとこれから、だから1ヶ月後、こっからどのくらい大きくなったのかを皆さん見ていただけたらなと思います。お願いします。よし。トレーナーのね、種市さんに聞いたら、プロテインはこれがいいみたいですね。アマゾンでね、売っとって、2000円、3000円しないですね。2000円、2000いくらなんですけど、安いっちゃけど、これがすごくおすすめなんですって。っていうのが、これがしっかりね、なんか海外のプロテインっぽいね。ほら、全部英語やし、とりあえず1ヶ月間はこれを飲み続けようかなと思っております。さあ、やってまいりました。あ、やべ、もうちょっと筋トレして、やべ、全然手が、手がめっちゃ下がるんですけど、手がめっちゃ下がるんですけど、今日が3日目、そうですね、3日目なんですけども、はい、ちょっとご紹介をさせてください。はい、すいません。あ、お願いします。よいしょ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイレテジムの種市と申しますので、すいません、よろしくお願いします。これから1ヶ月間、はい、サポートさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとか減量して、はい、させていただけるんですよね。はい、ちょっと同じ、僕と同じぐらいのこれは1ヶ月絶対無理じゃないですか。絶対無理じゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。寒い、危ない、せーどーどーどーは裸で撮りたいけどね、これ。あっぷな。皆さん、今後僕頑張っていくために、皆さんのチャンネル登録をぜひお願いしたいんです。皆さんがチャンネル登録していただいて、頑張れってコメントをしていただけると、僕本当に励みになって
筋トレ頑張っていけるし、あの皆さんに役立つことも伝えていけると思うんですよ。なので本当にあれなんですけど、ぜひよろしくお願いします。筋トレ成功したらあれだから部屋も綺麗になるから。